皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。およびです。さあおよび、今日はねラウンド前だからこそやりたいテーマなんですよ、うん、コース行ってスタートホールはいいんだけど、なんかコースラウンドをねホールを重ねるごとにスイングが崩れていくっていう現象ありませんか？わかる。これがなぜなのかというお話を今日したいんですよ、うん。加藤ゴルフ TV オリジナル LINE スタンプ好評発売中。これね、まず打ってもらおうかな。はいはいはい。さあ、あーいい球、よき、よきね。いい球打ったなーで、うん、ちょっと満足しちゃってるでしょ。した。はい。これいい球打ったなんで満足しちゃうとスイングが崩れちゃうんですよ。マジで。はい。ここでじゃあ、うん、いい球打ってなおかつさらに何してほしいかというと、うん、フィニッシュで2秒止まってほしいんですよ、ね。ああ。はい。むずいね。むずいよ。意外に。なぜ2秒止まるのかといったら、止まることで人間の体っていうのは動きを覚えます。記録するわけね。そうです。うん、で止まってくれたからこそ、あしっかりとここまで振るっていう。うん、要は当てに行かなかったっていう状態ができるんですよ。 あとまたフィニッシュを意識するといいスイング作りになります。だってバランスよく振れた終着点がフィニッシュじゃないですか。確かに、うん、ここはフィニッシュ止まれたってことはバランスよく打てた、バランスよく打てたってことなんです。はあ、崩れるってことはバランス悪い、そういうことです。それこそアドレスのバランスも良くてスイングのバランスも良かったっていう結果がフィニッシュで止まれたっていうことですよね。確かに。だからフィニッシュを意識して練習すると、うん、打ちにも行かなくなるし変なミス減ってくるんですよ。ああ、そういうことか。手先で何かして失敗したっていうミスがなくなるんです。とりあえずフィニッシュ、そうです。でここでフィニッシュっていう言葉だけで表現すると、うん、じゃあそれってフルショットだけじゃんって思う人も多いと思います、うん、大外れです。そのショットの目的に応じたフィニッシュがなんです。アプローチショットだったらここからここまででここがフィニッシュでしょ。ここで止まっとけばそれがフィニッシュですね。パターに至ってはここからここのここがフィニッシュなんですよ、うん、全てのショットにおいてフィニッシュは存在するんで、あるね、最後に、そうです。そこを意識できるかどうか、これが大事ですよ。あ、さあで最後にフィニッシュの定義、うん、美しいフィニッシュの定義です。お呼びどうぞ。そんな私に美しさを求めます、求めます。フルスイングしてくださいね。はい。でこの最後止まったところで左足1本で立ててますよ。右足はつま先立ちですよ。で体は目標方向向いてますよ。で最後フィニッシュ両手の位置作って、はい、こういう形でバランス悪い、バランス悪いな俺、体感ねえな。オッケー、じゃあそこだけちょっと俺変わりますよ。ダメだね、私体感が悪いです。さあじゃあフィニッシュバランスよく終わるためのポイントです。は、最後に左足一本で伸びていること、右足がつま先立ちになっていること、体が目標方向を向いていること、で両手の位置が左肩の上に上がっている、あ、はい、こういう状況で終われること、そういうのを意識してください。かっけー、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日やらせていただいたのはコース内でスイングを崩さないためのポイントでした。こういったポイントを意識してくれるとゴルフスイングはすごく良くなるし、うん、体がスイングを覚えるのでコース行っても崩れません。ぜひラウンド行ったらね、フィニッシュというものを意識してスイングしていってみてください、はい、ということで本日の動画は以上となります。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。